こんな感じにステンシルができました。少し寂しいのでさらに細かいステンシルを足していきましょう。別の型紙を使います。空いているところに適当に星を散らしていきましょう。最後に細かい部分に白を入れると光が見えてきます。